大英博物館に展示される茶運び人形茶運び人形の内部構造茶運び人形とは江戸時代に制作されたからくり人形機械的に入力に応答して出力する自動制御の要素を備えていた茶を入れた茶碗を人形が持った茶宅に乗せると客人のいるところまで運び客人が茶碗を取ると停止する客人が茶を飲み空になった茶碗を茶宅に戻すと かかとを返して茶碗を元の場所まで運ぶ。現在よく知られる茶運び人形は、完成9年に出版された細川半蔵の著書である気候髄の記述をもとに復元されものだが、現在各地に残る茶運び人形は、気候上気候髄で解説されるものとは異なるところがあり、気候髄に沿って制作された江戸時代のものは確認されていない。かねてより、 一部の愛好家が復元を試みており、1982年には日本模型からプラスチック製の茶運び人形が発売された。2002年11月には学研の大人の科学シリーズボリューム8で発売され、2007年に発売された大人の科学マガジンボリューム16ではミニ茶運び人形が付録についた。 大人の科学マガジン学研教育出版2007年は SBN978 から40億5604万8124。ありがとうございます。